大人も子供も姉さんもごきげんよう。ゴールだ。はい、ということで久々の怪物島でございます。いやー、化け物島の姉妹島、姉妹都市みたいな感じのとこですけども、久々にちょっとやっていこうかなと思います。まあ、めちゃくちゃ久々、もう半年以上経ってんじゃないかなと思います。まあ、ちょっと見てみようか。まあ、まだマンションだからね、全然ちょっと人がいないんですけども、あ、コアラとヒロシが遊んでると。ここはコアラがね、なんだかんだ主人公みたいな男だからね、ちょっと見てみようか。私のそっくりさんでしたっけ。まあ久々だからね、悲しいことに恋人いないっていうね。ここでもいないんかって。一番最初のやつって待って、恋人すぐできんじゃねえのっていう話で作ったけど、恋人いねえっていうな。ちょっともやもや見てみるか。あ、飯あげてねえか。飯ちょっと、うまいもの大好物探したいね。あ、超大好物がないんだな、こっちだとな。骨付き肉、焼きナス、お刺身、一貫性がねえな。あ、いろいろあるからちょっと欲しいわ。でも金もね、ちょっと少ないからね。オムレツ、あ、うまそうだね。卵好きにはたまらない。中ひき肉と玉ねぎです。いや、俺結構卵大好きな男だから。あ、コロッケも好きなんだよな。じゃがいもとひき肉の定番コロッケ、野菜と一緒にどうぞ。あ、ひき肉めちゃくちゃ使ってる。ピザ、あ、ピザもね、絶対ピザもこれひき肉使ってるでしょ。ゆで卵、卵もそうじゃんねえ。羊羹、羊羹だけどこれひき肉使ってんのかな。ねえ、ひき肉でーすってね。ちょうどでしたね。じゃあやっぱこれにしとくか。あー、羊羹です。はい、羊羹食ってみー。これ皿ごといくのは変わんねえからな。あ、でも待って、これ入るんじゃない。すごく美味しかったって。いや、2位だ。1位、骨付き肉です。よし、歌コンプリートしたぞ。演歌、まあ、曲調が違うからね、面白いよね。満腹とでも ちょっと少ないな。もうちょっと上げてみるか。じゃあ、はい、これオムレツです。食ってみ。オムレツ多分好きだと思うよ俺。ああ、でもそうでもないのか。意外や意外で。あ、ファン同士、ああ、タン同士の同じ星出身、ババミも一緒にいるね。あ、ファンとババミってすれば、そっか、付き合ってんだな。で、コアラーちゃんと、コアラーちゃん、エゾソと付き合ってるから。あー、最悪の裏切りもんだよ。ババミでしょ？エソソ、あー、エソちゃんね。これエソくんなんだよな、こっちだと。男でライバル設定で作ったんだけどさ。先抜かれたって。いつもだけだね。抜け駆けがひどいから。ヒロシ。ヒロシ、あ、ドン、ああ、そうだ、これドン、女だからね。ああ、ジジイみてえなババア、ちょっと待って、ジジイみてえなババア見るか、もやってるぞ。やばい、ゴキブリ人間だからね。めちゃくちゃ気持ち悪いよ。好物、フレンチトーストだぜ。しゃれるなよ、お前が。な、恋人も親友もいないけど、待って、あ、ここなんかあるな。あ、でも俺とちょっと合わないかもだから、これは嬉しいね。まあちょっと気持ち悪いもんな、服もな。ちょっと新しい服買ってあげるか。お、なんかいろいろあるぞ。大きいチェックのワンピ、あー、ジジイみてえなババアには似合うかなこれ。あ、道着とか似合うんじゃない。道着いいじゃん。あ、派手スーツ。たっけふわ、あ、これ今着てるやつだね。ふわふわリボン、ベルボトム。なるほどね。季節もあるね、いろいろ。季節の品ないやんけお前なあ。どの季節にも属してないってこと。今が四季の何、外にいるのこれ。四季の中の五季の部分にいるってこと。幻の五季にいるんだろうな。じゃあ一番安かったこれあげるから、道着これ着てみ。似合うんじゃないか。似合う。ちょっと似合う似合う似合うよこれ。山ごもりしてそうだもん。立ってねえんだよ、時間ずれてるから。立ってねえのよ。で、ラストは、あ、7個だ。そうだ、7個も作ってたわ。こっちの7個ね。こっちの怪物島の世界線の7個。お久しぶりです。あ、7個はまだ恋人親友いないだからな。あ、まだ俺と関係値が出来上がってないね。あ、7個どうなんだろう。あ、何も食べてないじゃん。じゃあちょっとあげよう。じゃ、ピザあげよう、ピザ。まあ、ピザは基本ね、好きな人多いから。俺子供の頃そんな好きじゃなかったけど。あ、まあまあだね。あ、でも半分しか増えてないから、ちょ、コロッケもあげてみようか。あ、俺、何いいのに、俺なんて。何怖いよ、お前からもらう催眠術セットは。日常的に使ってるだろう。
じゃあコロッケも揚げてみましょう。皿がうまいっていう可能性もあるからね。皿が好きって可能性もあるから。あ、鉱物入ってないわ。え、入らないってことあんの？あ、今入ったわ、とりあえず。え、そんな好きじゃなかったら鉱物にも入んないんだね。まあ、鉱物ではないもんな。じゃあアイドル曲あげよう。うん、結構トモコイのアイドル曲いい曲なんだよな。コアラのそっくりさんでしたね。もう声がもう炭炉そっくりだもんな、ファン同士も。どうでもいいよ、謎のこだわり、ね、ちょっとファン同士にも飯あげよう。飯全然ねえじゃん。とりあえず焼きなさあげとっか。あ、ファン同士もね、好物とかまだないんだよ。うん、どうだろう。あ、好物になったんじゃない？ 1 位じゃないこれ。あ、焼きナスだ。ナスみてえな顔面してんもんな。あ、ババミもやってんじゃん。ちょっと見てみよう。動き機敏やな。コアラのそっくりさん、とっても久しぶりですね。声引く。ババミも好物ね。ほとんど好物判明してないじゃん、この島ね。ちょっと見てみようか。あ、ババミやっぱあのファン同士、コアラちゃん。うん。コアラちゃん親友っていうね。うん。あ、ファン同士とはもうそうだ、結婚してんだ。ね、ファン同士が、赤が出会えて不安同士みたいな感じになってるけど。めちゃくちゃ不安なんだろうなぁ。ね、あ、コアラ合わないかもって。まあ、合わなくてよかったけどね。ニュース見てみるか。まだやることがそんなないからね。あ、俺だ。うん。はい。はい、お願いします。怪物層っていうのか。どら焼きの表示、いいぞ。入ってないだろ、この島に。思いやりなんて。いいんじゃないですか。ああ、聞くやつ間違えてるよ。思いやりないやつに聞くなよ。いや、どっちも思いやりないやつ。インテリア見てみようかな。あ、なにこれ。あ、ワンコスタイル。あ、いいね、これ。結構高いけど欲しいな。トレーニングスタイル。おお、これハムカツのね、もともとの部屋みたいだね。レコード収集スタイル。気持ち悪い。同じレコードめちゃくちゃ持ってないこれ。強人の部屋じゃん、これ。ま、これ買ってみよう。じゃあ、これ開けてみよう。レコード収集スタイル。どうだろう。うわぁ、レコードあったのか、上のやつ。あれ何、スピーカーかな。スピーカーっぽいね。あ、でも結構いい部屋じゃん。お、インテリアアイコン。あー、初めてなんだ、開けたの。高いからね。おー、なんかめちゃくちゃ機敏な動きしてるやついるな。なんか遊びたいんだな。ちょっと入ってみようか。あー、早いな。寿命とか短いんだろうな。ネズミぐらいだろうね、寿命ね。こいつだけ分かってんのかよ、好物。エビフライスで。あー、トランプね。ババ抜き。じゃあ、ちょっとどっちにしよう。顔で分かるんじゃない？あ、どっちだろうな。こっちかな。撮ってみるか。おお、そうだそうだ。うん、感じ。よし、どうしようかな。まあ、真ん中にしてみようかな。なんだこれ。おお、ガラス細工。これまた高いんじゃない？一番なんか高そうだよね。ちょっと見てみよう、質屋で。お金欲しいからね。あれ、なんかもやってんな。あ、払えたんだ。エビフライ好きっての分かってるからね。よし、これ好きだろ、揚げ物だから。ちょうど今日入荷したからね、コロッケ。食ってみは？あれよく見たらこいつ、ヒロシと付き合ってたんだっけ。超好きか。きついな。ヒロシとドン。じゃあ、相性診断する。どうだろうな。ああ、偶然ではなく、必然だったか。今日も動画を見てくれてマジでありがとう。みんなのおかげでね、幸せな一日を過ごせました。今後もね、面白い動画バンバン作っていくんで、ぜひともね、チャンネル登録、高評価、そしてね、過去の動画も見てください。ということで、コアラでした。またね。